チャンネルへようこそということで、今日は1月4日水曜日、11時です。朝ごはん食べたからお昼ご飯前にちょっとお腹が空いたんでね、おやつ代わりに食べたいと思います。明星一平ちゃん夜店の焼きそば、辛くて美味しい小池屋カラムーチョというチリ味ということで、明星の一平ちゃんの焼きそば、広瀬すずさんがね CM をやっているのと、小池屋のお菓子のカラムーチョがコラボして、できた期間限定のやつですね。ここにね書いてある文章見えますかね、黄色いこのここね、はい、を、社長っぽく読んでみたいと思います。小さなお子様や辛い味が苦手な方はご注意くださいというね、いう感じで面白いでしょう。はい、僕もね、このここに書いてある辛い味、僕も苦手なんですよ。じゃあなんで食べんねんっていう話なんですけど、よし、ね、商品ね、これ買ってみて、はい、僕のワンちゃんもね、ちょっと一本だけやったらね、すぐ水を飲んでしまいました。っていうことは辛いかなっていうのはね、ちょっと怖いんですけども、食べていきたいと思います。まずこちらね、はい、こんな感じです。ちょっとね、新年からね、BGM に流れております。食べていきたいと思います。めっちゃ辛い、やばいね。辛いです、やっぱり。まだ後味が、いやすごい辛いですね。はい、あのね、この明星の一平ちゃんのやつ、あの辛さはね、奈良県にいればよろしいと思いますけど、奈良県の天理ラーメンよりちょっと辛いです。はい、ね、このね、一平ちゃんの焼きそばのショートケーキ始まるみたいなんですけど、今度かけ食べてみたいと思います。はい、すっごい辛い、この後怖いわ。はい、もう今日と明日から仕事の会社の人ね、仕事だと思いますね。よく有名なのがね、サザエさんの終わった音楽を聴いたら明日から仕事やとかね、思う人いてるみたいなんですけども、はい、じゃあこれからね、ちょっとゆっくり食べていきたいと思います。はい、皆さんもね、一回だけ買ってみてください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。